パクパク、マグマグ。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。へえ、今日はどうしようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだな。僕をここに置いていったおじさん。俺はピッコロだ、覚えておけ。ピッコロさん。お父さんが昔戦ったことがあるって言ってたあのピッコロさん。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。確か昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では本格的にしごいてやるとするか。まずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。よし、そうだ。木のコントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。手合わせの準備をしろ。準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておくが、逃げるなよ。いいな。なんとか飛べるようになれたけど、ピッコロさんと手合わせか。ちょっと怖いな。僕でもなんとか勝てそう。
すまんな。ありがとうございます。修行した方がいいかな。よし、怖いけどやるしかない。逃げずに来たな。始めるぞ。さっさと構えろ。はい。見るのではない。感じるんだ。どうしたらいいか考えろ。そ
して動け。あとたった6ヶ月しかないんだぞ。これくらいにしてやる。やっと終わった。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。お父さんと戦ったんでしょ。まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。はい。くそったれが。いいぞ、カイオ様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！おお、あっさりと。まあ見事だ、孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい。甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。分かってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。食べるときと寝るとき以外ずっと修行ばかりやってたら、強くなる前に僕死んじゃうよ。それに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。そうだ、どうせな
ならこのまま家に帰って。よし。ちょっと食べ物を探してこようかな。修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。お母さん元気かな。お母さんのご飯早く食べたいな。急がないとピッコロさんにバレちゃう。あれ？あなたはどこかで見たような。何？もしかして悟空さんの息子さんかな。僕孫悟飯だけど、お父さん知ってるの？そりゃもう一緒に冒険したこともありますから。へえ。僕はプーアル。悟空さんから聞いたことは全然知らないよ。あの悟空さんですもんね。でもヤムチャ様の話は聞いてるでしょ。別に聞いて。当然聞いてますよね。どうしてここに？そうだった、いけない。ヤムチャ様にご馳走を作ろうと思ってたんです。この辺りは新鮮な食材が多いので集めに来たんですよ。そんなわけで僕は食材集めに戻りますね。もう少し集めたいですし。僕もお腹空いてきちゃった。お母さんに何を作ってもらおうかな。やっぱり肉まんかな。うわー、やめろ。あんな悪い奴がいたなんて。またいつか出会うかもしれない。用心しなきゃ。ありがとうございます。それにしてもとっても強いんですね、ご飯さんって。そうなの？気づいてなかったんですか。まるで天下一武道会で優勝した時の悟空さんみたいでしたよ。お父さんみたいに？僕そんなに強くなってたんだ。さすがは悟空さんの息子さんですね。勇敢だし強いし。僕なんか敵も追い払えないくらい全然ダメダメなのに。でも逃げなかったじゃないか。今ヤムチャ様は厳しい修行をしています。だからせめて差し入れでもと思って。それにヤムチャ様は言うんです、お前が期待してくれるから頑張れるんだって。だから僕も頑張らなきゃって思うんです。みんな頑張って。
ってるんだ。いけない、そろそろ戻らないと仕込みの時間が取れなくなっちゃいます。助けてくれてありがとうございました。それではこれで。ピッコロさんは怖いけど、本当に僕強くなってたもんね。もうちょっとだけ頑張ってみようかな。僕もお父さんやピッコロさんみたいに強くなって、お母さんやみんなを守るから。僕が強くなれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろう。全力で来い。え？この俺を倒すつもりでな。どうした、俺や孫悟空のように強くなりたいんじゃないのか。は、はい。どうした、それでサイヤ人と戦えると思っているのか。いきます、いきます。もっと本気を出せ。死にたいのか。孫悟空の力はもっとすごかったぞ。ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。何か文句でもあるのか。うん、
さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。いでよ、シェンロン。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。じゃな。そして決戦の時は近づいた。